皆さんこんにちは、神崎サーカス加納さんです。対馬の3日目でございます。で今日はですね、午前中、朝、まだ午前中なんですけども、今日はまあ一日雨降っててね、まあまあいろいろ回って下見みたいな感じなんですけども、朝は、ちょっと挨拶回りをしてきました。みんなで合宿する上でね、いろいろお世話になる方もいますので、ちょっと挨拶をしてきました。で、まあまあそれはいいんですけども、今ちょっと移動距離が長いので、ちょっと民宿のおじさんといろいろ話をした、その話についてちょっと YouTube でも話していこうかなと思います。でね、民宿のおじさんすごくなんかこう親切な方で、いろいろ教えてくれてですね、でなんか話も結構面白くて、なんかついついこうね、いろいろ聞き入っちゃうんですけど、山猫のこととか、あとその文化的なこととか、あとこの歴史的なこととか、すごくいろんなことに詳しい方ですね。で僕も結構その民族学とか、あと文化とか歴史とかも、結構好きなんですよ。っていうのはやっぱりね、こう自然をこうやっていく上でやっぱつながってるんですよね。例えばその歴史が、こう歴史とかその文化とかが築き上げたことによって、この生き物がいるとかね、増えたとかね、まあ、例えばそういうことね。で、まあ、対馬もですね、対馬平田クワガタがこうたくさんいるんですけども、やっぱりそのホダギとか、あと薪とかの文化が今でも残っているということで、まあ、それがやっぱり対馬平田クワガタがこうたくさん残っている秘訣なんじゃないかなっていうことを、メインチャンネルの方でも少し話したんですけども、まあ、それについてちょっと掘り下げていこうかなと。でね、いろいろこのホダギっていうのがすごく、盛んらしいですね、対馬は。で、まあ、クヌギの木をこう植えて、でこう枝をね切って、でそれを、切り出して、でそれをなんだ、例えば杉林とかこう日陰にこう組んで、そこにこう菌を入れていくんですけど、でそういう作業をするらしいです。で1回こう金を入れて3年分は、取れるのって言ったかな、まあ、その後も取れるけど、だん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 やっぱり傷んできちゃうみたいなので、3年ぐらい取るらしい。で、何十万個もね、こう入れるらしくて、だから結構それでいい収入になるそうなんですけども、ただね、こう、まずその、生木を切って、で それを今度こう、こうなんですか、このぐらいのサイズにまた切って、それを運び出すっていう作業がとにかく大変らしくて、それでやっぱりこうみんな年を取っちゃうとやめちゃう人もいるらしいんですけども、でまあそんで、そのおじさんも、そのおじさんは古代をやってるわけじゃ、今はやってるわけじゃないんですけども、まあ、小さい頃からこういろいろやってて、おじいさんが古代をやっていたそうです。でね、なんかその音のおじいさんは炭焼き小屋も持ってたそうで、今もその炭焼き小屋の跡地はあるらしいんですけど、だから炭焼きとホダギのね、両方やってたらしいですね。ですごく面白かったのはね、まず1年年間通して、農業を、あとそのホダギ、あとはその漁業を、やってこう暮らしをしてるそうなんですよ。まあ、今はちょっと違うかもしれないです、昔はね。でみんなそうだったらしくて、例えばそのホダギやりますよね。で木切って、しいたけの栽培、であとは、夏はあれですよね、田んぼやって、あと畑をやって、で冬になると、なんつったっけ、あれか、ひじきとか、あとウニとかを取るそうですね。でそんでいろいろこう家庭を回していくらしいんですけど、そんでも足らない時のために、名前なんて言ったっけな、この立ち木ってたかな、自分の山にこの切らない木をこう先祖代々残していくっていう文化があるそうなんですよ。でそれがその、なんつうの、本当に家計に困った時はその木を切ってそれを売るんだそうですよ。でそれを切ったら必ず、違う苗からまた植えなくちゃいけないっていうのをやったそうです。でその木は、もう一回困った時にそれを切って売ったらすごく高く売れたらしくて、
ったんですけども、でもそれは本当昔の話で、今はもうそれの10分の1の値段になったって言ったかなっていう感じで、まあ、それもいろいろ変わってきてるんでしょうねっていう話ですね。で、まあ、とにかくそう自然の中でこう自然と共にこう生きてきた里山文化っていうのがね、おじさんが子供の頃、まあ、今でもね、結構わりかし残ってる方なんじゃないですかね。その炭焼き小屋の下のところにこう山の水がこう垂れてできた水路みたいなのがあって、そこに対馬山椒がいたって言ってましたね。で、なんか子供の頃の遊びは対馬山椒の卵を石ひっくり返ってそれなんか潰すっていう、今思うと大人になってみるとなんてかわいそうなことしたんだっていうふうにおじさん言ってましたけど、あ、それほどなんかこう身近にいるなんかこう潰して遊ぶぐらいにこうたくさんいたんでしょうね。山椒王ってちなみに高原は特になかったらしくて、山椒は山椒だって言ってましたね。そういうの面白いね。で、あとね、僕が水生昆虫とかやってるって言ったら、いろいろ池のこととかも教えてもらったんですけども、まあ、ある場所にこう池があってあるところなんですけども、その池っていうのがね、その池だけじゃなくてその周りがすごいこう湿地帯だったらしいんですよ。で、その池をこうなんか掘り下げる工事とか作業と、あと水路をコンクリ化する作業もこうなんかそのなんですか、行政のあれでやったらしいんですけども、とにかくとてつもない湿地帯でユンボが、池の中に入ったまま抜け出せなくなって、いまだに池の中に眠ってるらしいです。あとはその水路も作るのにもうとにかくその重機が入ったらすぐ埋まっちゃうから、杉の木を丸太をこうやって乗っけたんだけど、でもそれでも埋まっちゃうって、でまた二重にしてこうやったらしいですね。だからその水路の下にもその丸太がその下にね二重になってる、未だに埋まってるって言ってましたね。まあ、それほどすごい湿地帯とか池も含めてね、すごい湿地帯だったんでしょうねっていうのがありました。で、あとはね、面白かったなと、カッパの文化が結構あるみたいですね。で、カッパとあとカワウソで、カワウソのことを、まあ、カッパっていう風な、言ってたっていうなんか時代があるみたいで、で、カッパっていうのとあとガッパっていうのがいるらしいです。で、ガッパっていうのはね、いわゆる悪霊なんだって。で、カッパはなんかいいもんなのかわかんないですけど、で、ガッパになんかこう引きずり込まれると川に、でもうなんか川辺にいると足を掴まれてグッと引っ張られて水の中にこう引きずり込まれちゃうって、まあそういうなんだろう、なんていうんだろう、民族的な伝承みたいなのがそのおじさんが子供の頃からずっとあるみたいですね。そうで、ガッそうね、だからまあカッパってその日本全国にこう残ってますけどね、やっぱり子供たちが水辺とかこう危険なところに近づかないようにっていう、なんかそういう、ものの象徴として、怖がらせるものとしてこういうカッパっていうのを作り上げたっていう説もありますけども、まあでもその対馬にはね、カッパとガッパとなんか2種いるっていうのは面白いですよね。そうで、ちなみにそのカワウソ、ちょっと対馬では話題になってね、調査とかもされてるそうなんですけど、昔はそのカッパとカワウソとカッパがこうなんかなんだろうセットなのかな、カッパのことを、あ、カワウソのことをカッパって言ったのかならしいですね。ただそのなんかカワウソの研究者のなんか昔はね、そのこうバーンって池になんか飛び込んだやつがいて、あの池にはカワウソがいる、まあ、いわゆるカッパがいるって、カッパがいるっていうふうにいろいろカワウソの研究者の人たちにこういろいろ言ったらしいんですよ。あの池ではカワウソカッパ見たと。だけどカワウソは飛び込む時に音を立てないそうなんですよ。だからその研究者の人は、まあ、それはカッパなんじゃないかっていうふうにふざけて言ったそうなんですけど、っていうふうにね、結構すごいよね。なんかこう民族学的なこととか本当になんかこう未だにそういう言い伝えとかがリアルに残ってるっていうのがなんかいい地域だなって僕すごい好きですね。あとまあ歴史的なところで言うとね、日本最古の神社、多分大陸の方から伝わってきた時に一番最初の対馬に多分、必ず経由すると思うんですよ、朝鮮半島からね。
ですけど、その日本最古の神社っていうのが、神社だろうと思われているものがこの対馬にあるそうです。で、僕の地元は実家、横浜市金沢区から、金沢区ってもう僕の小学校の裏山が鎌倉市だったんですけども、その金沢区と鎌倉市のところを通り抜ける道、朝比奈切通っていう場所があるんですよ。でそこを切り開いたのが、朝比奈三郎義秀っていう、まあ有名な武将なんですけど、でその朝比奈三郎義秀っていう、まあわりかしマイナーな人物だと僕はもう地域では有名ですけどだと思ってたんですけど、なんとね、驚くことに対馬でその朝比奈三郎義秀の名前が出てきたんですよ。すごい。では朝比奈三郎義秀って何者かっていうと、あの三浦半島に住んでる人はあのとっても有名な和田義盛っていう、人がいますね。侍どころ別当だっけ、だったかな、ごめん間違えた、すいません。で和田義盛の息子なんです。でお母さんは巴御前っていう、ま、その前の旦那なのか愛人なのかちょっと分かんないけど木曽義仲の武将だった女性ですね。でっていう言い伝え、でもそれはなんつうか嘘かもしれない、あの本当に朝比奈三郎のお母さんは巴御前ではないっていう説もまだ正しいのかな、まあ、だから言い伝えとして朝比奈三郎は和田義盛と巴御前の子供だって言われてるんですけども、そのことで有名な朝比奈三郎さんなんですけど、それがなんとこの対馬の方に、対馬の、相田氏、相田さん、相田っていう一族にその弓を伝えてるらしいんですよね。で朝比奈三郎っていうのはね、和田合戦っていうことで、和田義盛が滅亡した時に、その後なんか行方不明になっちゃったらしいんですよ。でその後、どうやらなんかいろいろなところにこう逃げ延びたっていう話はいろんなところに伝わってるんですけども、最後に逃げ延びた場所がその対馬っていう、まあ嘘か本当か本当に分かんない、まあ、もう言い伝えみたいなもんなんでしょうね。でその時にこの松浦島っていう、まあ和光海賊に、まあ、今でいう海賊みたいなもんですね、だったその松浦島とその一族なのかな、のなんかその近い関係にある相田氏っていう相田一族に、ところに来てその弓を伝えて、いまだにその弓が残ってるらしいんですよね。ちょっとその民宿のおじさんに本を借りたので、ちょっと本屋読もうと思ってるんですけど、ということで、ね、まさかね、あの朝比奈三郎、地元のね、あのよく知った朝比奈三郎をまさかこう対馬に来て、また出会うとか、その名前を聞くとはね思わなかったね、僕の中ですごくって驚きなんですけどね。という感じでね、まあそのすごい時代ね、古い時代から、仏教とか神社がこう伝わってきた時代から、ずっと対馬って いろいろその大陸と の間にあるからね、取り次ぎっていうか何ていうのかな、いろんな歴史を持った島なんですよね。まあそうだな、元寇とかもそうだし、あの豊臣秀吉の朝鮮侵略とかもそうだし、あの時もみんな朝鮮半島は対馬ってね、経由地とかになってますしねっていう感じで、まあそのいろいろ歴史文化民族いろいろ本当にちゃんと調べたらすごい面白い場所なんじゃないかなっていうふうに思いました。でまあそのホタギの話じゃないですけど、まあ、そういう文化が未だに残ってるからこそ、こう対馬平田とかがねたくさんいるんじゃないかなっていうふうに思います。でなんかそのホタギ、古くなったホタギを割ったらなんか奥歯が出てきたっていうふうに、言ってましたね。なんか昨日はですね、あのちなみに、今泊まってる民宿はですね、その民宿のおじさんと一緒にあのご飯を食べるスタイルなんです。食べるスタイルなんですよ。だからそのご飯の時におじさんにいろいろ話を聞けるので、ね、僕そういうのすごい好きなんですけど、で昨日はなんか地域おこし協力隊のに来てる方の若い方もなんかその夕飯に一緒にいて、でその人もにもいろいろ聞いたんだけど、もう人はあのでも生物の専門っていうわけじゃないんだけど、でもなんかすごく生き物に詳しい方でね、でそのホタギ、古くなったホタギ終わった、そこからオクワガタが出てきたっていうことがあったそうですね。でなんかクワガタすごく取りたいとか言ってましたけどね。はい、という感じで、まあとにかくね、
やっぱり生き物をやっていく上でね、やっぱ自然とか文化、歴史、民族とかみんなすごくね、つながりがあるので、まあ、その視点からこう調べてみたりとか、あと、まあ、保全するときもね、そういうことを知っておくっていうのが大事なことなので、それも込みで対馬を楽しんでいけたらいいなっていうふうに思っています。はい、というわけで、今日は、まあ雨降ってるけど、まだ続きがありますけど、まあ、お話はこんなもんで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。